ポポンポン、トクニャン。まあ、それにしてもね、先日から、10日前からですかね、辺野古、中止をですね、これアメリカのホワイトハウスに求めるっていう署名ね、これ10万筆、署名が集まったらですね、開始30日以内に10万筆が集まったら、ホワイトハウスから請願に対する、回答っていうのは返事がですね、61日以内に届くと、いうことで、このロバート・カジワラさんという方、沖縄の、沖縄県警4世の方ですか、の方が、署名をね、集めてると、これホワイトハウスのなんかページでやってるんですかね、インターネット署名、トランプさん、トランプ大統領宛てのね、署名集めてやってたんですけども、それがわずか10日で、10万筆を達成したと。まあ、その裏側というかですね、その達成のこのスピードのあれっていうのは、やっぱその多くの著名人の方が、インターネットで呼びかけたと。特にリューチェルさんというかですか、僕あんまり知らないんですけども、まあ先ほどヤフーにも載ってたのが、モデルのローラさんも呼びかけたと。ということもあって、今日の3時過ぎにはですね、あっという間に、10万筆を超えてるというね、他にも多くの著名人の方が、呼びかけてくれたおかげもあってね、やっぱこれはね、すごいことだなと思いますね。いや、僕最初なんかこのロバートさんがね、こう署名集めるって記事見たとき、いや、大丈夫かなってちょっと思いましたもんね、まあ、正直ね。まあ、それがまあ、ネットでできるっていうこともあって、んで、しかも、やっぱそのホワイトハウスがですね、返事をすると、30日以内に集めたらね、まあ、そういうこともあって、こう、加速度的にね、こう、わーっと広がったっていうのはすごくいいことだなと、いや、思うんですけどね。やっぱこれをね、やっぱりその、いや、トランプさんだけじゃなくてね、やっぱ安倍政権の安倍首相ね、安倍さんがね、やっぱ受け止めないとダメですよと。岩屋防衛大臣もそうですけども、これ世論調査でもね、辺野古、反対、埋め立てはダメだって支持しないと言ったらもう6割近くいるわけですから、それに加えて支持するっていう人がね、3割ぐらいしかいないと。それを見ても、世論を見てもですね、この辺野古については、明らかに民意に背いたことをね、安倍さんはやっていると。で、しかも沖縄県知事の玉城デニーさんはですね、これは違法行為だということを指摘しているわけで、やっぱり土砂投入はね、やめなさいよというのがね、もう当然だと思いますしね。やっぱりあまりにもね、この安倍政権がね、この沖縄県の民意を無視して、土砂投入をしたということに対しての怒りっていうのがね、やっぱこう凄まじいんだろうなと思いますね。やっぱりその従来ね、やっぱ著名人とか芸能人がこう政治的な問題に口を出すっていうことはね、ある種こう、仕事にも影響するっていうかね、デメリット的な面もあると。まあ、特に安倍政権なんかね、批判したらですね、まあ、ネトウヨみたいな人に攻撃されるかもしれないと。まあ、そういうリスクも、感じつつね、やってはる面もあると思うんですよね。本当に。ね、まあまあ、言いませんけども、いろんなね、どっかの医者とかもね、むちゃくちゃなこと言ったりとかしてますからね。まあ、でもそういうな、もう乗り越えてもね、やっぱりその言わねばならんと、この辺野古の問題に対してはね、っていうね、そういう動きがすごく嬉しいですよね。やっぱこれにね、やっぱその政治側が答えないとダメだと思うんですよね。ホワイトハウスのトランプ大統領だけじゃなくね、安倍政権、まあそれでもね、本当その強行するのかと。県民投票も2月にやるのにね、沖縄県民の投票もね、いや、とんでもないですよ。これ誰のためにやってるんだっていうね、日本国民の世論調査ですら反対が多いのに、そういう民意、沖縄県の民意、日本の民意を無視してまでですね、やるのは誰のためにやってんだっていうね、まあ、本当そういうね、なんか思いますよ。これも本当にまあ、やっぱりね、まあ僕もなんか、こんな考え出したら本当にね、もうなんか、
血管が切れそうなぐらいね、腹が立ってくるっていうのもあるんでね、またそういう思いの人が多いと思いますよ、今回のことはね。せっかく沖縄県知事選で、玉城デニーさんが圧勝してね、これ辺野古反対だという民意をですね、それを平気で安倍政権が潰すと。まあ、だから何とかしてそれでも止めたいという人たちがね、このホワイトハウスへの署名っていうのを探してですね、トランプ大統領に、直訴っていうかね、そういうことをやろうっていうね、ことになったと思うんでね、やっぱこの本当ひどいなと思いますよ、この安倍政権。民意無視っていうかね、ことごとく民意無視っていうか、まあ、それの、まあ、怒りがね、なんか爆発したっていうのもあると思いますし、やっぱり辺野古を守りたいっていうかね、こんな綺麗な海をね、しょうもない土砂で埋め立ててどうするんだっていうね。いや、もったいないなと思いますよね。生態系を壊すっていうのもね、大きな沖縄県にとっても損失ですしね、やっぱ世界にとってのこの損失ですからね。まあ、そういう人たちの思いが、この10万筆っていうところに結集したのかなと。で、まだまだこの、30日以内とかであと20日ぐらいありますかね。その間にどれだけもっともっと、署名を集められるかっていうともね、すごく気になりますし、まあ、どんどん署名していただければね、本当にトランプさんだって今、その立場がだんだん悪くなってますかね、アメリカ議会でも。ひょっとしたら人気取りのためにね、ちょっと、心臓、辺野古ちょっとやめたれよ、みたいなね。そういうこと言うかもしれませんからね。いや、それ何がどうなるかわかりませんよ。これ署名だって、こんなに集まるなんてね、こんな10日でね、10日で10万も集まるなんてね、誰が予測してたのかなと、思いますからね。まあ、本当に、何がどうなるかわからへんから諦めずに頑張りましょうっていうのは思いますよね。チャンネル登録よろしくね。